です。今日の動画はもうこの顔でお分かりですか？じゃあこちら美人百花の7月号を買ってきました。お値段が840円で発売日が毎月12日になります。今回の付録がメイク用品だったんですよ。なんか美人百花ではちょっと珍しい気がするんですけど、マーキュリーデュオの完璧お直しメイクパレット&グロスルージュが付いてたので買ってきました。これも紹介してって声をいただきありがとうございます。リクエストとねコメント欄が私の動画の源原点なんだ、もうねになってます。語彙力ない中見ていただいて本当にありがとうございます。今日ねベースメイク以外撮ったんですよ。なのでねこちらでメイクしていこうかなと思います。はい、ということで早速開けていきたいと思います。3、2、1、じゃーん、めっちゃ可愛い。マーキュリーディオだ、もうマーキュリーディオなんですけど、見てもうねパッケージがめっちゃ可愛い。これパケ買いするやつですね。めっちゃ可愛い。中開けてみます。じゃん、こんな感じ。すごいね、これね、チーク&リップとアイシャドウとアイシャドウベースがついてるんです。すごいよね。もう一つついてたのがこれもめっちゃ可愛いよ、ちっちゃくて。じゃーん、グロスです。グロスがついてました。こんな感じ、可愛いね。これも乗せていきたいと思います。まずねパレットがどんな色なのか手に伸ばしていきたいと思います。あの頃は何もなくてそれだって楽しくやったよ、メロディー泣きながらタラタタラタタタタタ。はい、こんな感じです。この2色がチーク&リップで、アイシャドウ下地、アイシャドウをアイブロウを、こちらがグロスっていう感じです。すごい可愛い発色になりました。でね、今回ね、この付録の使い方もちゃんと載ってます。なのでね、やりやすいと思う。ちょっと足がつった。足がつったよ。今回私もメイクしていきたいと思います。じゃあ、まず、アイシャドウ下地っていうのものを私は使ったことないんですけど、こちらのアイシャドウ下地をアイホール全体に手で伸ばしていきます。手鏡もねすごく大きくて見やすい。アイシャドウ下地の色がラベンダー系なんですよ。だからねピンクっぽくなる。はい、そしたらですねこちらの上、アイシャドウベースの上の色を二重幅に伸ばしていきます。ちゃんとねチップもついてます。チップ使い心地どうかな。お、いいですね、いい感じ。あ、アイシャドウ下地することによってベタベタするからすごく乗りやすくなる気がする。そしたら目の際に一番濃い色をのせます。これはねラメ感ないです。上の2色はラメ感あるんですけど、一番下のこの色はラメ感はないです。ない色はだと目の際に伸ばしていきます。そしたら下も少しだけね入れてください。その方がね目が大きく見えるんだって。ここまで目だよっていう、ここまで目だよって。ほらこれだけでもうメイクした感じじゃない。そしたら私はこの明るいねリップ&チークを使っていこう。ほっぺにポンポンポンとのせてください。で、私上の方にねつける方が多いんだけど、みんなはどこにのせる？チークって。はい、こんな感じです。そうしましたら、同じ色でリップも代用していきます。手で伸ばしていきます。すごく可愛い色だよ。なんか色が白くなった気分なんだけど、なんでだろう。色白になった気分になります。私、色白ではないと思うんですけど、なんか今日のメイク色白く見える。そして先ほどのグロスを上に重ねていきます。うん、こんな感じで終了です。なんかさ全然付録だけでメイクした感じはしないんだけど、全然メイクできるよ。これで全然外出れると思います。うん、うん、何かがいい匂いがする。これだリップ&チークのこれがお花みたいな味します。こんな感じで私の付録メイクが完成です。いかがでしょうか。
このね、付録だけで全然メイクできるなと私は思いました。眉毛もね、私はもともと描いてしまったんですが、こちらをね、このブラシでのせればね、全然できると思うんだよね。こうやって描けるので、のせればいけると思います。今回の付録パッケージもすごく可愛いし、使った感じはね、全然いい感じでした。気になった方はぜひぜひ購入を考えてみてください。そして次回号の付録紹介をしていきたいと思います。次回号の付録がじゃんこちら。ポール&ジョーシスターのトートバッグがついてくるみたいなんですよ。なんかね、柄がね、すごく可愛いなと思って、欲しいなと思いました。なんだろう、宇宙柄みたいな。秋の新作に使われる猫プリントがキュートって書いてある。猫なんだ。なんかね、すごい可愛い感じ。お弁当箱とタンブラーがすっぽり入る。たっぷり待ちのあるビッグサイズって書いてあります。果たして私の大きなお弁当も入るのでしょうか。ということで、次回号もゲットしたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。今日も見ていただいてありがとうございます。また明日も見てねー。